き打ち、はい、学力チェックです。ちょっとまずこの問題を。 2x プラス 5x は 14x を求めなさいってことですね。でそこに書いてみてください。おーすごい、頭いいじゃないですか。じゃあレベル上げていいですか。あ、はい。祈りのチャンネルスタート。次歴史ですね。うわー、わかんないかも。まず一番上、すごい。泣くよ、ウグイス、平安京。これ来航、黒船、ペリー。え、わかんないもんな、年号見たところ。ペリー、黒船。全問正解じゃないとダメですかね。黒船、かっこペリー。ペリーは来航って言わないよね。来日だよね。これわかんないよ、東京事変しか出てこねえ。1931年、1931年でしょ。20、30、226事変、1980年。あ、これは分かったよ、岡本明誕生でしょ、きっと。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はあ、自信満々ですか。いや、全然分かんない。自信満々ですか。はい、はい、自信満々です。大丈夫でしょう。泣くよ、ウグイス、平安京。じゃあ赤入れますね、うん、正解。よかった。1982年岡本明誕生、正解。これ歴史でもなんでもない。歴史ですよ。、うん、この2つね。いやござった、ペリー来航ですね。ペリー来航、はい。黒船来航、ペリー来航のかね。こっちはあんま書いちゃダメですね。ペリーは来日、あ、船でやってきたから来航、ね、来日じゃなくて船で初めてこう日本に来た。来た人だからか。なるほど、はい、じゃあ1931年、 2.26 226事件だったよね。事件なんですよ。あ、事件だね、事件だ。ここ東京事変って書いてボケるとこじゃない。東京事変しか出てこないって。これはです、これはですね、ちょっと待って、考えさせて。ダメだよ、考えさせて。罰です、事件だね。罰です、正解。これは満州事変です。ああった、本当に1931年。そうです。また疑ってんの。そんなんよく出てくるね。普通ですよ。おっそう。じゃあもう一教科やってみましょう。はいはい、来ました。各国の首都を答えなさいですね。日本、アメリカ、ブラジルですね。この3つ。首都？首都、はい。書いててください。首都。はい。そしてスリランカも。まず日本どこですか？なぜ英語する？東京。東京。オリンピックなんでね。東京。アメリカ？これあれですよ。ここで真面目に答えるのかボケるのかでいろいろ今後テレビ番組ブッキング決まってきますからね。はい。アメリカ。私わかんない。嘘。わかんない。アメリカ。まあ書いてみてください。アメリカ、ニューヨーク。書いてみてください。ブラジル？ブラジルは首都だよね。はい。ブラジル？いやーもう1個しかないでしょ。日本が東京、はい、アメリカがニューヨー ヨーク、ブラジルがパプリカ、パプリカ、パプリカ、うん、パプリカ、スリランカがプーケット、プーケット、うん、
正解いきますね。はい、東京合ってます。間違ってますね。え、これワシントンですね。ワシントンっていう都市があるんだ。はい。へえ。じゃあダメですよ、リアクション。知らんかった、はい、ワシントンって大統領の名前しかないと思ってた。ワシントン大統領。ブラジル。うん、これブラジリアってことですね。これ、ね、サンパウロとかと間違えるんですけど、ブラジリア？ブラジリア、ブラジリアンワックスって覚えてる。本当だね。悔しい。なんかブラジリアンスリランカは全然違いますね。プーケットじゃないの？違いますね。これはもう世界一長い首都の名前ですね。これ覚えててください。スリジャー、ヤワルダ、ナプラ、はコッテっていう。これ4分割します。スリージャー、ヤワルダ、ナプラ、コッテ。先生みたいな。これ覚えててください。だってスリージャー、ヤワルダ、ナプラ、コッテ。それをセシールの後に言うんですよ、うん、セシール、スリージャー、ヤワルダ、ナプラ。セシール、スリージャー、ヤワルダ、ナプラ。これやってきますから学力チェック。はいはい。今日でもまあ普通でしょ。普通っていうかこれ結構ひどいっすよ。普通じゃない。大トータルで考えて1問25点だとしたら25点だね。25点ですね、うん、ちょっと数学は甘やかしすぎたんで、まあ、数学簡単だったもんね。もっと難しくします。はいはい。チャンネル登録よろしくね。